蝶梅とは、草子目、蝶角亜目、蝶梅科に属する昆虫の総称。系統的には、ハエよりも、ゆすりカやカなどに近い昆虫で、成虫の触覚が3節だけからなる競技のハエと異なり、蝶梅の成虫の触覚は、多数の節からなる。また、幼虫には発達した頭蓋があるが、成虫では頭蓋が退化して外見から、頭部の存在が認めがたい。 お水槽の配管などを通じて、油脂の床洗浄を行わない、料理店の厨房など、ゴキブリが寄りつかなくなった場所でも発生するため、最後の害虫と呼ばれることがある。成虫は羽や全身が、合毛や輪毛で覆われ、生死時に羽を広げたり屋根型に畳んだりする姿勢は、むしろがに似ているため、英語では、モスフライ、ドイツ語では、シュメターリングスマカンと呼ばれる。 ドイツ語のシュメターリングは日本語の蝶とガの両方を含む概念であるが、一般的に蝶と訳される観光のため、このドイツ語の日本語訳から蝶梅の名がついた。多くの種は、幼虫が湿地や地消などの水際で、藻類やデトリタスを摂取して育ち、目立たない生活を送っているが、限られた一部の種は、人家の浴室や台所の排水周り、下水管などで、 有機物が蓄積し、微生物が繁殖して、ヘドロ状になった部分に生息し、時に大発生することがある。そのため、衛生害虫及び、不快害虫として問題になる。トイレに多く発生することから俗称で、便所映えバエなどとも呼ばれることもある。幼虫は細長く、両端が細くなった形をしている。見かけは、棒フラトウジの中間くらいで、黒っぽい色をしている。 日本の家庭では、体長4ミリメートル程度の外国色で大きな羽が、ハート型に見える王蝶梅クロッグミア、アルバパンクタータスと、体長1ミリメートル程度で羽を、屋根型に畳む星蝶バ梅チネアリアアルターナータの2種が、こうした人化生息種である。日本産の蝶バ梅には、吸血性は知られていないが、アジア、アフリカ、中南米の熱帯地域に分布する、サシ蝶梅類は、 吸血性でリーシュマニア症などの感染症を媒介する。ありがとうございます。